ビット風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビット風間のホープアベニュー、このコーナーでは希望あるゴスペルメッセージを皆様のもとにお届けしたいと願っています。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間です。それでは今日もお送りいたします、ホープアベニュー。このコーナー始まって今日が第3回目になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。今私が住んでいるのは東北の宮城県、それでさらに北部にある気仙沼市というところに住んでいます。この気仙沼は2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けました。でもそれ以来復興の道はどんどん進んでいて、今町中が工事中です。今朝も私の娘を小学校に送っていた時に、昨日までなかった道ができていました。そうです、復興の被災地は毎日新しい道が作られていきます。ゴスペルを見ますとこういうメッセージがあります。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方は知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。これはバイブルの中でイザヤ書というところに書かれています。このように書いてありましたね。確かに私、神様は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。まあ普通日本人が荒野ですとか荒れ地っていうと、まあうちの裏にあるね、まだ家が建ってない雑木林があるんですよとか空き地があるんですよといったことを思い出すかもしれません。しかしこの聖書が書かれたのは砂漠の中ですよね。中東のあの広い砂漠の中で、実は道を作るというのは大変なことなんですね。なぜなら砂漠においては砂嵐があったらあっという間に道など埋もれてしまうからです。そしてまして荒れ地に川、まあ私もイスラエルを何度か旅したのですけれども、雨が降らなければ本当に月の砂漠のような環境です。そこに川が流れるなんてことは本当に奇跡的なことなんですね。しかし神様にとっては奇跡というのはまさしく当たり前、日常のことなんですね。神様は光をあれと言ってこの世界を作り出したのですけれども、その光は今も神様の言葉とともに拡大しています。これが拡大している宇宙の現実なんですね。さて私たちの人生がどんなに荒野であっても、または荒れ地のようであっても、砂漠のように全く命を感じない場所になっていたとしても、そこに神様は道を、そして川を作ることができるんです。この言葉は私たちにとって本当に希望、このホープアベニューでご紹介したい最も大きなメッセージ、希望のメッセージです。今日のあなたに神様は道を、そして川を設けてくださいます。そこには命があふれるようになるでしょう。そんな大きな神様の愛に心から感謝いたします。今日のホープアベニューメッセージはいかがだったでしょうか。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間でした。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you and remember, Jesus loves you. Bye bye. いつまでも私の愛は満たされる、主はいつも変わらずに約束を果たす。奇跡の主、いつまでも私の愛は満たされる、主はいつも変わらずに約束を果たす。あなたは私を歌で満たす。